0円おかずシリーズということでですね、今回は山わさび、最後まで動画見てください。それでいってみよう。3、2、1、えいえい、クッキングやるぞ。わさび田です。こんな感じね。匂いがすごく爽やか、わさびの清涼感あふれるね、匂いが洗っててしてきます。色が悪くなってるところもあらかじめこの時点で弾いちゃいましょう。手でつまめばすぐ取れちゃうからね。ゴミが結構ついてますから何回か洗ってください。根っこはね、まだこんな感じなのよ。わさび、わさびとしてはすごいちっちゃいけども使えそうだったら使います。ただ今日のメインはこの葉っぱと軸を使います。ここに土とかが溜まってるからこれ取っちゃいます。使えるところまで使います。根っこの方ちょっと腐ってる場合はあるから、ちゃんと目で見て取り分けてください。じゃないとこう漬物した時悪いものが少し入ってると全部傷んじゃうからね。これだけ気をつけてください。この時点である程度ちゃんとそういうのをしっかり見極めとかないとダメね。こういうのとかちょっとしんなりしちゃって悪くなっちゃってるところはもうちゃんと取り除く。これなんか生き生きしてすごくいいね。見てこのシャキッと、この音ですよ。はい、根っこ切り終わったらもう一度ね、よーく洗って選別します。本当にここだけちゃんとやればあとが本当に楽です。特に難しいことやるわけでもないから。はい、じゃあ葉っぱを全部入れちゃいます。これね、本当にこれ短くていい、できるだけ生って感じでさっとでいい、香りも飛ばないぐらいね。はい、もうこれで一度さらしましょう。はい、さらすと同時に軽く洗ってこうやって手で取っちゃって OK。 ここでね、ぐーっとなるべくぐーっと水気取っちゃいましょう。あんなにいっぱいあったのが、まあ、茹でるとこれぐらいになります。水気ちゃんとしっかり取って、でここでさらにね、変なのがあったらまたこういうのがあったら取り除きましょう。はい、これが根っこだね。はい、三つ葉みたい。はい、これを今から切っていきます。これご飯に合わせたいから、ご飯粒に近いぐらいの大きさに切るのが僕もおすすめなのね。はい、結構細かいよ。結構つままあある程度ね、大きくても美味しいんだけども、ご飯粒に合わせたいから形を揃えると混ざりやすい。スプーンですくって炊きたてのご飯にかけてあげるのよ。そうするとこれだけでもご飯が美味しい、最高の飯ともだね。春の飯ともです。これも入れてみようか。わさびね、このイボイボ取って全部皮をむくとね、香りがなくなっちゃう。このイボイボだけ軽く取ってよく洗ってあるから、これ入れちゃいましょう。すんごいちっちゃいね。でもこれ刻みましょうね。少し辛みが出るように、細かくすればね、わさびって、ね、辛みが出るんだよね。はい、あとこちらジップロック、これにね、入れていきます。はい、でわさび根っこもね、入れていきますよ。で、お醤油とかめんつゆとかでもいいんだけども、今回はね、この爽やかな緑色もちょっと残したいのね。醤油漬けもすごく美味しいの、わさびと醤油めちゃくちゃ合うよね。ただね、今回色も綺麗にしたいんで使うのは昆布つゆ、白だし、これを入れるのよ。これをまあ少しね、から濃縮タイプなんですよ。で、味がきついんでね、これをこの量に対しては大体大さじ2ぐらいかな。少し揉みます。こうやってこうやって揉みますね。こうやってわさびの水分とこの白だしを合わせて揉みます。でね、これ分量とかじゃないので、ここで一度こう確認してほしいの。少し揉んだらね、辛みも出てくるし香りもさらに出てくるから、ここで味を確かめる。で、食べ頃になった時の味を想像する。うん、ちょうどいい。そしたらこれを真空にして、まあ1時間ぐらいほっとけば味が馴染みますね。もうこれで
わさび菜の浅漬け、わさび菜の浅漬け1時間後に食べてみましょう。はい、1時間後、ちょっと分かりづらいかもしれないけど、さっきより水分がね出てきたかなって感じです。で、色はね相変わらず青々してて綺麗ですね。はい、これ食べていきましょう。はい、これでわさび菜のおひたし完成。どことなくね、荒々しくて繊細で、皆さんが思っているわさびほどわさびの香りがきつくないです。上品な香りかな。はい、これ食べていきます。はい、それではいきます。わさび菜のおひたしどうでしょうか。美味しそうだね。やっぱり春の野草の特徴で、どことなくほろ苦さがあるのよ。それでいて爽やかさ、ね、辛みはあんまり感じない。香りの方が感じる。ちょっとね、贅沢な食べ方がするよ。クックマンおすすめの食べ方。味はこれだけでもあるんだけども、ご飯にまずこう乗せますね、乗せます。こうやるでしょ。そして卵、贅沢にここに乗せます。白だしの塩味がついてるんだけども、ここでね、やっぱりわさびといったらお醤油ですよ。少しだけ垂らしてあげようよ、ね、まずは黄身もすごいいい、卵もいい卵なんだよ。はい、こう崩して、はい、この崩したところに少しだけお醤油入れよう。これここで溶いてあげて、もうどうですか、絡めちゃおうね。絡めてさ、ご飯をすくい取って、ほら、いただきます。うーめー壊れる、うますぎて壊れる。うーめー、うん、やば。さらに追いわさびだ。ほんとに上品。ますよ。こんなに大きな口で食べちゃうよ。すいません、はしたなくて。ツーンとするんじゃないんだよ。本当に優しい爽やかな香りの。ごちそうさまでした。はい、もうこれは言うことありません。皆さんね、ぜひこれやってみてください。山わさびの浅漬け、これ本当におすすめ。絶対やってほしい。健闘を祈る。ナイスクック。食べるほど爽やかさ増す山わさび。最後までご視聴いただきナイスクックよ。ゼロ円おかずシリーズ結構評判がいいです。次は何やろうかな。それとクックマン新フランチャンネル、こちらも大好評。皆さんチャンネル登録よろしくック。次はあなたのところにクックマンが現れるかもしれない。じゃあなっ。